小説坂の上の雲の主人公の一人、秋山実之の絵画です。実之は海軍の軍人でしたが、少年時代から絵や和歌などに才能を発揮しました。この恋の滝登りは昔から縁起の良い題材とされ、恋が激流を登り竜に変身するという中国の故事から、立身出世や商売繁盛、家内安全の象徴とされています。